皆さんこんにちは。2023年にドラマ化し話題となったセクシー田中さんの原作者である芦原日奈子さんが1月29日に自殺したことで、現在も騒動の渦中にいる脚本家の相沢智子さん、火種の一つ伴った自身のインスタグラムの記事などを削除し、ネット上などでは反省せずに逃亡したとも言われており、その現状が追えなくなっているようです。今回は騒動の一連の流れと合わせて相沢智子さんの現在についても迫っていきたいと思います。セクシー田中さんの原作者である芦原日奈子さんは1月26日に自身の X 旧 Twitter を通じて、ドラマセクシー田中さんをご視聴いただいた皆様ありがとうございました。いろいろと悩んだのですが、今回のドラマ化で私が9話10話の脚本を書かざるを得ないと判断するに至った経緯や事情をきちんとお伝えした方が良いのではと思い至りました。この文章を書くにあたって、私と小学館で改めて時系列に沿って事実関係を再確認し、文章の内容も小学館と確認して書いています。ただ私たちはドラマの放送が終了するまで脚本家さんと一度もお会いすることはありませんでしたし、監督さんや演出の方などドラマの制作スタッフの皆様ともドラマの内容について直接お話させていただく機会はありませんでした。ですからこの文章の内容は私たちの側で起こった事実ということになりますと投稿していました。そしてその上で、セクシー田中さんは一見奇抜なタイトルのふざけたラブコメ漫画に見えますが、自己肯定感の低さゆえ生きづらさを抱える人たちに優しく強く寄り添えるような作品にしたいという思いが強くあり、ベリーダンスにまつわる方々の思いにも共鳴しながら担当編集とともに大切に描いてきた漫画ですと説明しました。セクシー田中さんのドラマ化にあたっては数話のプロットや脚本をチェックして昨年の6月上旬頃に同意したのだといいます。一方自身が書いている原作漫画は未完であり、その結末も定めていなかったということから、必ず漫画に忠実にすること、ドラマオリジナルとなる終盤については原作者があらすじからセリフまで用意すること、場合によっては原作者が脚本を執筆する可能性もあること、この3つの条件を求めたのだといいます。芦原日奈子さんとしてはこういった条件を提示すること自体が制作側に失礼にあたるとも理解していたそうで、この条件で本当に良いですかと何度も確認していたようです。しかし毎回漫画を大きく改変したプロットや脚本が提出されていたそうで、芦原日奈子さんによると漫画であえてセオリーを外して描いた展開をよくある王道の展開に変えられてしまう、個性の強い各キャラクター、特にあかり、小西、慎吾は原作から大きくかけ離れた別人のようなキャラクターに変更される、性被害未遂、アフターピル、男性の生きづらさ、小西と慎吾の長い対話等、私が漫画セクシー田中さんという作品の核として大切に描いたシーンは大幅にカットや削除され、まともに描かれておらず、その理由を伺っても納得のいくお返事はいただけないとのことでした。これに関して形式上の許可さえもらえれば原作者の言うことなんてどうでもよいといった思想が透けて見えた対応に、芦原日奈子さんは意見を挙げました。枠にはまったキャラクターに変えないでいただきたい、私が書いたセクシー田中さんという作品の個性を消されてしまうなら私はドラマ化を今からでもやめたいぐらいだと訴えたことで、なんとか過失修正し7話まではほぼ原作通りとなったものの、かなり疲弊してしまったのだと言います。しかし8話から10話でも原作の大幅改変は行われており、特に9話10話の改変された脚本はベリーダンスの表現も間違いが多く、ベリーダンスの監修の方とも連携が取れていないことが手に取るように分かりましたので、当初の約束通りとにかく一度原作者が用意したあらすじセリフをそのまま脚本に落としていただきたい、また足りない箇所変更箇所意見はもちろん伺うので、脚本として改変された形ではなく別途相談していただきたいと小学館を通じて日本テレビへ申し入れを繰り返したといいます。ところがその状況は変わらず、時間も足りなくなってしまい、9話以降については当初の条件通りに
原作者が用意したものをそのまま脚本化していただける方で交代を要望しました。その結果として日本テレビさんから8話までの脚本を執筆された方は9話、10話の脚本には関わらないと伺った上で、9話、10話の脚本はプロデューサーの方々のご要望を取り入れつつ私が書かせていただき、脚本として成立するよう日本テレビさんと専門家の方とで内容を整えていただくという解決策になったといいます。これらの投稿の最後に芦原日奈子さんは、なんとか皆さんにご満足いただける9話、10話の脚本にしたかったのですが、素人の私が見よう見まねで書かせていただいたので私の力不足が露呈する形となり反省しきりです。漫画セクシー田中さんの原稿の締め切りとも重なり、相当短い時間で脚本を執筆しなければならない状況となり、遂行を重ねられなかったことも悔いてます。9話、10話の脚本にご不満を持たれた方もいらっしゃるかと思います。どのような判断がベストだったのか今も正直正解が分からずにいますが、改めて心よりお詫び申し上げますと謝罪しました。しかしセクシー田中さんのドラマを楽しみにしていた視聴者ももちろん存在していたことから、1話から8話とそれ以降で大幅に作風が変わってしまったことへの失望からか、多くの人が芦原日奈子さんを非難し炎上することになりました。それを受けてか芦原日奈子さんは1月28日に、攻撃したかったわけじゃなくてごめんなさいと投稿していましたが、芦原日奈子さんからの発信はこれが最後になってしまいました。翌日の1月29日、芦原日奈子さんが自殺しているのが発見されたのです。1月28日の午後4時ごろに関係者が警視庁大崎署に芦原日奈子さんの行方不明届を提出すると、栃木県に行っているとの情報があり、栃木県警と連携して捜索していたところ、29日に遺体を発見したといいます。現場からは身分証が見つかっており、親族に確認してもらったところ本人と判明。また自宅からは遺書が見つかっており、自殺を図ったものだと見られています。遺書は公開されてはいませんが、数行で行方をくらませた理由などが書かれていたと言われています。もし遺書が公開されることがあれば、芦原日奈子さんの胸の内も明らかになるのかもしれません。日テレはセクシー田中さんの公式ホームページに、芦原日奈子さんの訃報に接し哀悼の意を表するとともに、謹んでお悔やみ申し上げます。2023年10月期の日曜ドラマセクシー田中さんにつきまして、日本テレビは映像化の提案に際し、原作代理人である小学館を通じて原作者である芦原さんのご意見をいただきながら脚本制作作業の話し合いを重ね、最終的に許諾をいただけた脚本を決定原稿とし放送しております。本作品の制作にご尽力いただいた芦原さんには感謝しておりますと記載していましたが、このコメントに関しては文春オンライン曰く日テレ内部からも疑問の声が上がっているようで、亡くなったタイミングで我々は悪くないと言わんばかりのコメントを出すのは下劣すぎる。ドラマ制作部の連中が報道フロアに乗り込んできてこそこそと打ち合わせをしていた。幹部がこっそり公式コメントまで用意しており、訃報はプロデューサーやデスクもオンエアまで知らされていなかったのです。フロアではええと悲鳴が上がっていましたということが記述されていました。そんな中、大きな注目を集めていたのはドラマの1話から8話を担当した脚本家である相沢智子さんでした。そもそも相沢智子さんのインスタグラムは改編騒動の前兆として再注目されていました。最終回である第10話が放送された昨年の12月24日、相沢さんは主人公を演じた木南晴香さんとのツーショットを添えてインスタグラム内でこう告知していました。セクシー田中さん、今夜最終話放送です。最後は脚本も書きたいという原作者たっての要望があり、過去に経験したことのない事態で困惑しましたが、残念ながら急遽協力という形で携わることとなりました。そしてその4日後の28日にもインスタグラムを更新し、まず繰り返しになりますが、私が脚本を書いたのは1話から8話で、最終的に9、10話を書いたのは原作者です、誤解なきようお願いしますと念押しすると、今回の出来事はドラマ制作の在り方、
脚本家の存在意義について深く考えさせられるものでした。この苦い経験を次へ生かし、これからも頑張っていかねばと自分に言い聞かせています。どうか今後同じことが二度と繰り返されませんようにとしていました。芦原ひな子さんの投稿とは違って、相沢智子さんのこれらの投稿には改変問題への言及は一切なかったため、芦原ひな子さんの自殺後にはやっぱり許せないですね、原作者の芦原先生に謝ってください、喧嘩打ったくせにインスタのコメント欄だけ閉鎖して問題から逃げようなんて呆れる、日テレも同罪、芦原先生がいくら呼びかけても対応しなかったってどういうことなどと一方的すぎる物言いではないかという非難の声が殺到していました。なお一連の騒動後にはこれらの投稿のコメント欄も閉鎖されていたようです。あまりにも大きな騒動となってしまい、各界からも様々なコメントが出てくるだけでなく批判が続いていたことからか、その後2月8日に相沢智子さんは自身のインスタグラムにコメントを投稿しました。そちらの内容では、この度は芦原ひな子先生の訃報を聞き大きな衝撃を受け、未だ深い悲しみに暮れています、心よりお悔やみ申し上げます。芦原先生がブログに書かれていた経緯は私にとっては初めて聞くことばかりで、それを読んで言葉を失いました。一体何が事実なのか、何を信じればいいのか、どうしたらいいのか、動揺しているうちに数日が過ぎ、訃報を受けた時には頭が真っ白になりました。そして今もなお混乱の中にいます。 SNS で発信してしまったことについてはもっと慎重になるべきだったと深く後悔反省しています。もし私が本当のことを知っていたらという思いがずっと頭から離れません。あまりにも悲しいです。事実がわからない中、今私が言えるのはこれだけですが、今後このようなことが繰り返されないよう切に願います。今回もこの場への投稿となることをどうかご容赦ください。お悔やみの言葉が遅くなってしまい本当に申し訳ありません。芦原ひな子先生のご冥福をお祈りいたします。2024年2月8日相沢智子、これを最後にこのアカウントは削除させていただきますとしており、これまでの投稿が現在閲覧できなくなっているようです。当初に発言していた原作者を下げるかのような態度からは一転し、原作者呼びから先生と呼び方が変わっていることや、実際には謝罪とも思えない言葉が並んでいるだけで、さらにはアカウントを削除するといった言葉にネット上はさらに炎上することになり、自分から喧嘩売ったくせに被害者ずらしてんじゃねえよ、謝るだけでいいのになんで言い訳しちゃうん、謝ってないよね、今さらインスタ削除してなかったことにするのはあまりにもずるいし、知らなかったで逃げるのは卑怯だといったコメントが上がっています。また訃報を受けた時には頭が真っ白になりましたといった記述があるのですが、芦原ひな子さんの訃報が出た1月29日には女優の矢田亜希子さんのインスタグラムに相沢智子さんがコメントしていたことなども挙げられており、こちらも大きな炎上の火種となっています。一体何が事実なのか、何を信じればいいのかなどといった相沢智子さんの発言からも分かる通り、自分は何も知らなかったと言っています。もし本当に知らなかったとしたらプロデューサーのせいではという意見もあるようです。そもそもドラマのプロデューサーを務めた三上絵里子さんは原作者と脚本家の橋渡し的な存在でもあるはずですが、このプロデューサー自体もなかなかにいわくつきだと言われています。というのも原作クラッシャーなどと呼ばれている人物だったようで、過去にも漫画汚染をドラマ化した際に原作者にショックを与え救済に追い込んでしまったことがあったといいます。今回のセクシー田中さんでも作者の芦原ひな子さんを追い込んでしまったのは明白でしょう。相沢智子さんもそうですが、原作者を軽視している節があるようですね。しかし今回大きな騒動となった相沢智子さんとしては、たとえ原作者の状況を知っていたとしても、私は何も知らないと言って全てをプロデューサーのせいにしてしまえば逃げることができるわけです。ある意味開き直りのようなものだとも感じます。最悪の事態を招いてしまった今回の騒動ですが、相沢智子さんだけでなく日テレも含めて制作に携わる人たちやメディア全体の見直しが必要なのかもしれません。相沢智子さんももしかしたら
このまま逃亡してひっそりと生活するなんてこともあるかもしれません。自身の立場には責任が伴うことをもっと理解してほしいものです。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。